皆さんお疲れ様です。サバ缶です。本日もスパロボ EX 縛りプレイやっていきます。前回のあらすじですが、見事敵の殲滅に成功し、サザビーとドーベンウルフを獲得できました。そして今回ですが、まあほとんどイベントマップですね。そう、テリウスの主要マップです。しかしこの州の章において、ステータスでは州役はトロに次ぐ第三の男と言っても過言ではないテリウス君。登場機ガジホールの性能で若干足を引っ張られますが、間違いなく主力は確実でしょう。とりあえず主要の前に、お得意のガチイベントマップです。ひとまず見るだけ第10話、レッツゴー。まあ第10話をざっくり言えば、長々やる説得シーンみたいなもんですね。相変わらず清々しい変態を。テリウスの決意。週の章でも見れた、ジュッケ姉さん。サバ缶の独断と偏見で決める、魔装騎士女性ランキングベスト3。言うね、ジュッケ、サビーね。順位はあえてつけずに行きましょう。でもプレシアも捨てがたい。しかしテリウスくん、扱い優遇されてるよねー。ちゃんと仲間になる過程をしっかり描かれているのは、特別感を感じます。バーンさんの時思い出してください、ほとんど意味不明のまま仲間に加入ですからね。やはり石田明は伊達じゃないねー。はい、何もしていませんが第10話クリアです。ってことで本日の動画はここまでとなります。じゃなくて、さすがにそんな動画流せませんので、もちろんこのまま続行。さて、次はいよいよテリウス精神と時の部屋編となります。最低限ですがテリウスのガジボールを改造していきましょう。まずは主要武器であるリニアレールガンを3段改造。むしろガジフォールに関してはこれをひたすら改造するだけで OK。 次は性能面です。 HP と装甲を0から2段階改造。運動性などに関しては現状ではまだいいでしょう。今回はあくまでトレーニングのマップですからね。さあ、それでは精神と時の部屋突入します。
特訓。ではテリウス主要マップの開始です。先ほどの地下の説明通り、テリウスのレベルが25になるまでひたすら続くマップです。見ての通りマップも狭く、敵もデモンゴーレム3体のみと非常に簡単なマップとなっています。とはいえ単純に3対1の構図ですので、適当にやると普通に撃墜されます。その辺だけ注意すればさほど難しくはないはずです。とりあえずテリウスを地上に降ろし、市街地で迎え撃つ。これだけしてればほぼ負けはないでしょう。あとはひたすら反撃で削るだけ。やるもんだ。これで効くかな。ちなみに皆さん思っていると思いますが、スパロボ EX のリメイクにおいての改悪点の一つが、このリニアレールガンのグラフィックでしょう。スーファミ版と比べると明らかにスピード感がなくなり、なぜかなんちゃって波動拳のような見た目になってしまっています。長距離砲のイメージが完全に失われ、まるでバトルドッジボールみたいになっちゃいましたね。リアルタイムでもかなりがっかりした記憶があります。スーファミ版のレーザー砲みたいなグラフィック好きだったからな。さて、ここでワンポイント。こう焦って自ら行動してはいけません。基本的には先制攻撃で撃破が確実でなければ、ひたすら反撃で攻勢に出ていく戦法がベターでしょう。よほど武器を改造していない限り、デモンゴーレムの撃破には3回の攻撃が必要です。それだけ頭に入れておけばまあ余裕でしょう。一見ピンチに見えますが、しっかりダメージ量を計算していれば問題なし。何をそんなに無気になってるのかね。デモンゴーレム撃破の際はちゃんと努力を使いましょう。でないと2回目の主要マップでクリアできなくなっちゃいます。こんな単調マップを3回も繰り返すのはしんどいもんねとりあえず1度目の主要マップ終了です。こんな感じでレベルが25に到達するまでこのマップは続きます。資金稼ぎ仕様にも、デモンゴーレムの獲得資金が500とクソ安いので粘るだけ無駄です。ですのでしっかり2回目でクリア条件を満たすようにしていきましょう。
特訓。では2回戦目突入です。やることは全く同じ。まあレベルが上がっている分ちょっと楽になったかな。クリア条件達成です。とはいえテリウスの進化が発揮されるのはもうちょい先。わかりやすい点で言えば2回行動開始にレベルが27とかなり早いところです。この点だけ見ても衆の将においては衆を上回り、クワトロに次ぐ2番目の速さとなっています。ガビフォールに乗せたまま強力な支援機にしてもよし、モニカからノルスを奪い取って修理させまくるのもよし、パイロットステータスとバランスの取れた精神コマンドも相まってかなり使いやすいキャラとなっています。サバ感的にはモニカ使いたいから、テリウスにはとりあえずこのままガビフォールかな。なんで僕がこんなことは。はい、ということで気づけばもう12話でしたが、無事クリアです。次回はいよいよ最後のメンバーが加入となります。正式に終始らかわず、栄冠ナインが集う形になりますね。邪神球団、ボルクルースとの伝統の一戦もいよいよ近づいてまいりました。果たして終始らかわずは勝てるのだろうか。まあ、そんなところで本日の動画はここまでとなります。ここまでご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知お願いします。次回もよろしくお願いします。バイバイー。